私たちは公立と私立の学校の違いを話したいと思います。公立の高校は基本パブリックなので、県、市や学区に住んでいないと学校に通えないです。そしてこの公立の学校の授業は基本県や市が決めた内容を学習するので授業が似ていたりします。そしてこちら私立の学校は基本プライベートで授業に個性があります。公立の学校にない科目や施設があったりします。基本的に日本で学校に通う人は私立か公立どちらかに決めることが多いです。私立の良いところはたくさん大学の付属校など他の大学に入りやすいからです。やはり勉強も難しく、公立の学校と比べたら少し難しいところもあるかもしれません。基本大学進学には付属校など他の大学につながっている学校に入学できることで大学の入学も簡単になります。ですからその生徒さんたちはよく私立の学校に通うこともあります。でも基本公立と私立の学生はどちらとも塾に通って他の勉強もしています。